ともくんチャンネルです。はい、今回はちょっとね、知り合いの方からの依頼で、またね、ナマズ釣り用のルアーですね。で、また次回になると思うんですけど、ブラックバス用のルアーですね。これね、色違いのラップ塗装ですねにしてくれと依頼されましたので、ちょっと今回はこちら、まあ、ナマズ用ですね、はい、このナマズ用のルアーに、これはラップ塗装で、クリアブルーを吹いて、ブルー系のラップ塗装にしてみたいかなと思います。で、ちょっと前回ちょっと紹介したと思うんですけど、ブラックバス用のねルアー、これ、全部クリアです。はい、透明なんですけど、これにね、クリアレッドのラップ塗装をします。はい、こちらの色を拭くのはね、次回の動画で紹介しますが、今回はこちらですね。はい、これがナマズ用のルアーですね。はい、これにクリアブルーを吹いて、ラップ塗装します。はい、で、まあ一番上はね、今回はクリアブルーなんですけど、これも下地が黒色です。はい、これはグラファイトブラックやったんかなとかも吹いて、やってますが、この上に、シルバー系の色でラップをくちょくちょっとして、はい、ここにもありますように、まあこのラップはね、何でもいいです。もうサランラップでもクレラップでもこのポリラップでもね、何でもいいんですけど、それをくちょくちょと丸めて、どっちにしようかなと思ってます。シルバー系でこのスーパージュラルミンにしようか、こちらのねスーパーシルバーにしようか、ちょっと考えてます。まあキラキラするのはこちらのスーパージュラルミンかなとは思いますけどね。はい、こんな感じの色ですね。まあ、はっきりと色が乗るって言うたらこちらのねスーパーシルバーかなとは思うんですけど、ね、ルアーなんで水の中とかにね、入れて泳がして、で今回するのはナマズ用の方なんで、ちょっと、曇ったような感じのブルー系のやつにしようかなと思って、考えてます。はい、まあね、こちら次回紹介するやつは下地がねウエストブラックですね。ウエストブラックを拭いてから、まあシルバー系の方でねラップでところどころにチュンチュンとシルバーをつけて、で、クリアレッドを拭いていこうと思います。はい、まあ、今回はねこちらのナマズ用の方にします。はい、こちらは、ブルー系で、こちらは、レッド系にします。はい、まあ、今回はこちら、はい、ナマズ用のやつします。はい、それではね、ちょっと準備ありますので少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、今ね、はい、こういうな感じでもうサランラップというかポリラップですね、僕はポリラップ使ってますけど、
こういうふうにね、くちくちと丸めて、で今ね受け皿にこれはスーパージュラルミンのシルバー系のやつですねを、まあ、ちょろっとなんですけど入れて、はい、準備しました。で、これですね、はい、これにお皿ナプルにね、シルバーをちょんちょんとつけて、で所々ですね、はい、所々につけてやります。まあ、一応こんな感じですね、はい。シルバーもね、色もねもう使う分ぐらいでいいです、はい。一応こんな感じでやります。まあ、こんなんはね、もう僕、色つけるのは適当で、やってます。はい、こんな感じですね。こんな感じで、つけて、はい、やってます。だからね、元からついてる傷とかですよねっていうのは、このラップ塗装っていうか、それでまあ多少は消えると思います。はい、この上からね、シルバーのところにブルー系の色が乗るので、はい、こんな感じで今やってますが、このシルバーの色の上にブルーが乗るので、多少色とかね、傷は消えるかなとは思います。はい、またこれをね、ちょっとだけ今つけただけなんで、まあちょっとだけね、色乾くまで置いといて、そこからクリアブルーですねを拭いていこうかなと思いますんで、少しお待ちください。はい、それではね、やっていきたいと思います。はい、もうこの中にはね、クリアブルーと、薄め液と入ってます。はい、それでは先ほどの紹介した、シルバーつけたやつですね、はい、そこに拭いていきたいと思います。はい、一応こんな感じです。はい、一応ねこんな感じで
1回目ですね。はい、まあ薄いとこと濃いとこともありますが、これはね、クリアブルーですね。ミスターカラーのクリアブルーですね。はい、で、まだ拭いてない方がこちらですね。はい、それを全部やっていってね、また最後に紹介をしてみたいかなと思いますんで、少しお待ちください。はい、お待たせしました。はい、色ですね、拭きました。はい、ラップ塗装で、これはね、先ほど、お見せしましたクリアブルーですね。はい、ミスターカラーのクリアブルーを拭いてみました。はい、で、先ほどね紹介した時は1回目で片方だけですね。はい、色を拭いて、ちょっとお見せしましたが、今ね、これあと2回ですね、上拭きをしました。はい、でこのクリアブルーは今でね、3回拭いてます。はい、またこれで乾かしてね、まあなんとか完成で持っていきたいかなと思います。まあもうこれね3回拭いたので、乾かしたらもういいだけです。はい、一応これで完成になります。はい、今回はシルバーがスーパージュラルミンでやってます。で、このブルー系の色ですねっていうのはこのミスターカラーのクリアブルーになってます。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと見にくいと思うんですけど、これがクリアブルーで拭いた、ラップ塗装です。はい、まあこんな感じでね、ちょっと乾かして、やりますんで、まあこちらはナマズ用のルアーですね。はい、になってます。で次回ね、こちら、はい、こちらの方は、ブラックバス用のルアーで、同じようにね色だけ、クリアレッドでラップ塗装の方でやっていきたいと思います。はい、まあこれは次回の動画でね紹介しますんで、またよかったら次回の動画も見てください。はい、それではね、今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。